皆さんこんにちは。今日はきゅうりのきゅうちゃん風漬物を作ります。材料は次の通りです。きゅうり5本を輪切りにしてまいります。きゅうりの厚さはお好みです。全部切り終わったら大さじ1杯の塩をよく混ぜます。20分置いて余計な水分を除きます。ついに生姜の汚いところを取り除き千切りにします。次の材料で合わせだれを作ります。塩をしておいたきゅうりをよく揉みます。キッチンペーパーで水気を取り除きます。合わせだれをお鍋にかけます。材料を煮てよく溶かします。きゅうりをお鍋に入れ一煮立ちさせざるにあげます。煮汁を煮詰めます。2割くらい水分を飛ばします。このくらいで良いでしょう。次にキッチンペーパーでこします。きゅうりに煮汁を入れます。次に薬味を入れます。
よく混ぜたら出来上がりです。今日はご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。